はいどんじゃあサザイアンです今日最初の話題はこの週末に異様な盛り上がりを見せた「ヒトラー」という言葉立憲の菅直人氏がですね維新に向けて放った言葉なんですけどもこれが想像以上に大炎上しましてね <laughs> おそらく泉代表はこのまま放置して自然沈下を待つのでしょうけどもそれは最悪なので早めに処分した方が適切ですよというお話と 後半は辻キュ美がやっぱりサイン戦に出るらしいということで、しかも比例区から出るというね。<laughs> なんとも不思議な話なんですけども、なんでそうなっちゃったのかっていう理由と、さらに実はこの2つの事象ですね。ヒトラー発言と辻元のこの比例区の出馬は根っこの部分で繋がってるという考察をお話しします。僕の喋りを聞いてみるんですけど、いいねと思った方はチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは早速、まずはカンナオトのあまりの荒れすぎる発言から参りましょうか。スポーツコーチより、 見出しがですね橋本徹氏菅直人元首相に反論ヒットラーへの重ね合わせ期間は国際的に誤発と、ということで本文を抜粋して読んでいきましょう元大阪府知事で弁護士の橋本徹氏が23日自身のツイッターを更新菅直人元首相のツイートに反論した 菅氏は21日、自身のツイッターに、橋本氏をはじめ、弁説は極めて歯切れが良く、直接話を聞くと非常に魅力的。しかし、維新という政党が、新自由主義的政党なのか、それとも福祉国家的政党なのか、基本的政治スタンスは曖昧。主張は別として、弁説の巧みさでは、第一次大戦後の混乱するドイツで政権を取った当時のヒットラーを思い出すと投稿。橋本氏はこの投稿に対し、ヒットラーへ重ね合わす批判は国際的にはご法と、 こういうことを平気でやるのは京都大学の藤井聡のような非常識な学者。<laughs> まあ、今回は、弁舌の巧みさということで、お褒めの言葉と受け取っておくが、それよりも強い野党を本気で作る気があるなら、大阪では自民に圧勝している維新政治を謙虚に研究すべきと投稿した。えー、なぜかここで流れ玉が当たるね、藤井教授がちょっと僕には面白いんですけれども、え、この菅直人のツイートについては、維新の松井代表も22日のツイッターで、元総理であり、現在も立憲の最高顧問の菅さん、 あなたは何を言っているか分かっているんですか民間人と我々をヒトラー呼ばわりとは誹謗中傷を超えて侮辱ですよね立憲は敵と思えば何でもありということですか正式に抗議しますと抗議している。おしまい。ということで、カンナウトのヒトラー発言が SNS で大炎上しているのはもちろんなんですけどもね、新聞紙面でも 三景毎日東京、それから時事通信、それ以外にスポーツ紙でもかなりの数取り上げておりまして、左右問わず、お前は何を言ってるんだと、そういう事態になっております。 でも悪いけど、これが自民党ならば、議員辞職に発展するでしょう。うまあ、辞める辞めないのは本人の自由なんでね、そこはどうにもならんとしてもですよ、最低限離党勧告が出ますよね。これ、泉代表はどうするんでしょうか。また、西村智奈美幹事長の CLP の調査がごとくですね、意味不明な言い訳をして逃げ切ろうとする根端なのか、あ、その前に西村さんは今、コロナにかかっていて、お休み中ということですのでね、ならば、代わりを立ててね、総理になりたい小川淳也でも会見させて、さっさと落とし前つけた方が、 無難だと思いますだってね これを不問にしたら、夏の大事な参院選で、立憲ヒトラーってレッテルバりがね、絶対つくじゃないですか。麻生さんが手くすんで引いてね、次の参院選は立憲共産党で行くよりもね、立憲ヒトラー党で全国有勢した方が受けがいいだろう、なんてね。<laughs> あ、でもちょっと待ってください。麻生さんは麻生さんで昔ナチスの手口を学んだ方がいいなんてね、とんでも発言をぶっこいてるんでね、ブーメランにならないように出しゃばらないとは思いますけども、まあ、そんなの当事者であるね、維新の松井さんだとか、吉村知事が立憲ヒトラーを連呼 すれば立憲共産党ににるるととも劣らなないい超絶パワーワーードになると思いますんでね <laughs> ですから私ササヤンは立憲のことをおもんばかって左旋回系のねリスクマネジメントとして今すぐ菅直人を起きりなさいとそうしないと後々とんでもない攻撃材料を与えちゃうよ大丈夫ですかというアドバイスをしているだけなんでね別に悪気があって言ってるわけじゃないんでねもしよかったら後で高校代典経由でアドバイス料の振り込みをお願いします。<laughs> で冗談は横に置いておきましてでここから先はちょっと真面目に考察しますとカンナオトの侮辱発言というのはこれは彼らの焦りから出た言葉でしょうなぜならばカンナオトのヒトラー発言の前のツイートを読みますとね「身を切る改革」というスローガンは今も維新の売り物だ無駄を省くことは賛成だが自治体を統合して集権化すれば良くなるとは思えない。 次の総選挙は自民党は元より東京に進出を図る維新との戦いだ。立憲民主党は政策的に真正面から維新と戦わない限り東京は維新に接見されてしまう。維新と戦う立憲有志の会を準備している。見起きる改革をスローガンに指示を伸ばした維新。しかし大阪都構想が見起きる改革とは思えない。かつて東京都の23区の区長は任命制であった。 それを公選制にして23区は行政区から自治体になった。大阪都構想はその逆をやろうとして失敗した。というふうに述べておりまして、この夏の参院選、少なくとも菅直人の頭の中は自民党よりも支持率で抜かれてしまった維新をターゲットにしています。また、このツイートにも書いてありますけどもね、 維新と戦う立憲のの会なるものも準備していると <laughs> あんたら二大政党つってね、今更になって維新と戦うんでしょうかね。維新って与党でしたっけずいぶん小さな話ですよ。ただ、そんな小さな内輪の会でさえ、今後、菅直人が入れないというのはほぼ確定なんでね。だって、立憲を人ら弱りした人物をね、その変な会に入れたら、維新と戦う維新の会、ものとも総攻撃食らうじゃないの。だから、菅直人はそこには入れない。ご収葬様ですっていうことでしてね。そしてこの ヒトラー発言にも当たる話で不思議なことがありまして左寄りの方というのはですね何かとヒトラーになぞるのが好きなんですけどもそういう人に限って中国の新疆ウイグルの問題には触れていないんですよおかしいと思いません米国が名指しして新疆ウイグルはジェノサイドと言ってるじゃないですかでもジェノサイドっていうのはですねナチスにも出てくる言葉だからまるでナチスのようだという表現を使う人でこそですねジェノサイドという言葉も知ってるはずなんですところがそういう連中に限ってですねさらに言えば人権問題にもうるさい連中 に限って新疆ウイグル問題はジェノサイドだホロコーストだナチスのようだとは言わないんですなぜ君らは中教相手に何も言わないのかそう思ってカンナオとの発言を拾ってみたら僕が調べた範囲では僕が調べた範囲になりますけどもねジェノサイドはおろか新疆ウイグルに言及した言葉は見つかっておりませんこれは一体どういうことかちなみにですけれどもカンナオとのお友達でね外国人に優しい街づくりをしようとした松下玲子武蔵野市長も僕が調べた範囲ではですよジェノサイドあるいはですね新 新疆ウイグルに関する発言は見つかっておりません <laughs> なんだそれって話じゃない外国人に優しくと言ってるやつほど新疆ウイグルに冷たいという面白い構図だよねまあいずれにしても泉執行部はカ直人を早めに処分しないとマジで立憲ヒトラー党という風に言われちゃうので、ね、真面目に考えてみてくださいはいそして今日はもう一件立憲で慌ただしい話題を朝日新聞より見出しがですね立憲辻元清美氏を3位に擁立へ比例で最終調整ということで本文を抜粋しています 読んでいきましょう。立憲は夏の参院選で、辻元清美元国対委員長を比例区で擁立する方向で最終調整に入った、辻元氏も応じる方向で検討しており、月内にも判断する見通しだ。 辻元氏は昨年10月の衆院選で8期目を目指して大阪10区から立候補したが、維新の新顔に敗れ落選した。<laughs> え個人的にはもう一回奇跡のタッグ、山田区とのツーショットでね、応援演説を見たいので、小選挙区からすばしてほしいんですけども、ちょっと無理でしょうかね。だってそれ以前ですね、山田区自身が金銭中の身分ですからね。だから応援には駆けつけてもらえないと思うんですけども、えー、辻元氏は与野党に幅広い人脈があり、国会のリベラル派の論客として、 存在感があったことから、立憲内には早期の国政復帰に待望論がある。 へえ、あ、そうなんだ。でも、国会での攻撃力なら、森友子も負けてませんよ。今年は彼女も改選期なんで、多分、インの国会でテレビに活躍が移るのにね、大立ち回りをすると思うんですけども、まあ、それは横に置いといて、えー、立憲としては、維新の拠点である大阪を中心に、対象傾向がいじるし、関西のリベラル勢力の再建を図る狙いもある。<laughs> 朝日新聞も優しいね。関西でリベラルを再建するのであれば、なぜ辻元氏が比例区なのか、ちゃんと選挙区で勝ち上がってこそリベラル、 復活と言えるはずなんですけどもこの記事はなんか隠してるっぽいよねとで辻元氏は24日朝日新聞の取材に対し衆院選後の3ヶ月国会の外にいて困った人たちの声が本当に今国会に届いていないと感じたそういう声を届けないといけないと強く思っていると述べたおしまいということでこれを踏まえて今日1月24日のお昼にですね辻元さん本人がツイッターで 参院比例に立候補へという記事が出ました。各方面の方々から参院選も考えたらどうかとのお話をいただいているのは事実です。今、地元をはじめいろいろな方々のご意見を聞いています。1月末には結論を出し、ご報告させていただきます。 とまあこんなことを話してまして、しらじらいってありゃしない。最初から参院選に出る予定で、年末年始テレビや新聞への露出を増やしていたんでしょあのフジテレビの占い番組もその一環で、幼少期の思い出を再現し、テレビの前で号泣し、お涙は頂戴もので参院選への布石ですかって僕はそういう動画を作りましたが、僕の方が未来を当ててるじゃないですか。<laughs> ですから、ささやな方が今度占い師にしようかなってね、そんな冗談は横に置いておきましたけれどもえ、そもそも辻本さん、あなたはなぜ秀夫からすばするんですか でしょうか参院選の選挙の顔として全国区で働いてもらいたいなんて立憲は公式アナウンスを出すかもですけどもそんなおとぼけはいりません。 X! ということでしてね。できれば辻本さんご本人の口からですね、比例区はセーフティーネットみたいなもんなので、私はそこから出たくない。本気の勝負がしたいんや選挙区で刀本物やないんやでって、そんな言葉は聞きたいんですけれども、でもわかりますよ。今のご時世、大阪で維新を倒すのは至難の技。参院選でも大地地にということになればですね、議員としての道は閉ざされますよ。加えて小選挙区で戦うにはお金も必要なんだけども、金は前回の衆院選で使っちゃいましたしね、秘書給与はプールしてないので、 で <laughs> も底をついたとまあこんな感じで辻元さんを比例で出る理由というのは支持率と資金面を見て選挙で勝てる見込みがないので負担の少ない比例区で国政復帰をさせてあげようかという 温情措置が垣間見えるんですけれども、で、またここからちょっと考察していきますけれども。菅直人のヒトラー発言と、それから辻本清美の比例区のすば、実はこれ根底でつながっていて。結局、どちらも維新に勝つための戦略だと僕は思っておりまして。例えば、辻本さんが普通に選挙区で戦うとね、初っ端から選挙不利という情報がマスコミ通して出るじゃないですか。そうなると、辻本さんは知名度があるもんですからね。辻本さんが一人苦戦するだけで、大阪発全国に当ててですね。あたかも立憲が維新。 苦戦しているというイメージが伝播していく言ってしまえば辻本さんの存在自体がセルフネガキャンみたいになっちゃうんですよねであれば比例区で出馬させて維新とのつばざり合いを避けて直接的な戦いを避けてですよ辻本さんの知名度を持って近畿以外の票を掘り起こしていこうが立憲前提で見た場合合理的だと判断できます一方の菅直人の発言もさっきの通りこのままだとアンチ自民の票が立憲ではなくて維新陣営に流れちゃうかもということで焦って思わず 一般に刺さりそうな言葉を口走ってしまったと結果的にはお家芸のブーメランにあってね自分に突き刺さってるっていうのがなんとも滑稽な話ではあるんですけれどもねといずれにしても菅直人と辻元清美の動きからこの夏の参院選立憲は表向き自民党二大政党なんて言ってくるかもしれませんけれども特に左目ではそうね囃し立てていくのかもしれませんが実際の動きとしては対維新対国民も含めてですけどもねえそこを意識して野党大党どうやって必死守していくのか非常にディ テンシブな戦いいをすす。ると思いますここで今、立憲に対して僕が言いたいことは、維新をライバル視するのであれば、それでも別にいいんですけどもね。じゃあなんで維新が受けているのか、ちゃんと研究すべきです。これは個人の見解ですけども、 にに流れれてててる人人っっですすね基本的に自民党は信じらなないいいううんだろうと思います国民の中にはですね、暗示自民というか、なんか自民って嫌だよねっていう人も結構多くいて、なんか自民に騙されてるっていう雰囲気が僕は持ってると思うんです。でもじゃあ、その解決方法って何なんだっていうと、それは自民への批判じゃなくて、シンプルに自民よりも優れたアイデア、優れた対案を求めていて、自民と正反対の方向に行くだとかね、自民を全否定するっていうこととは全く別物なんですよね。維新のアアイデアとか対案と いうのは僕の見方からすればですねもっと早くできるよねもっと経費削れるよねっていうねコスパ重視の考え方で例えば吉村知事と松井市長が僕の首長報酬というのは全国の最下位クラスでそうやって無駄を省いて身を削ってでもサービスは通常通りですで、そんなんばっか言うじゃないそれっていうのはエブリデイロープライスのスーパーと言ってることが同じなんですよねそういうスーパーって大抵グループ店舗数と普通以外にね本社が小さいんですよこれを政治で例えば小さな政府小さな行政という いうことでしょうけれどもそう思うと維新の松井さんってどっかスーパーの店長に見えてくる <laughs> あの黒縁メガネでねあんなおっさんいるじゃないですかスーパーの店長に買い物は安ければいいっていうもんでもないですね買ってみたら原産地不明の商品みたいなのもあるのねだからスーパー維新も注意して買わなきゃいけないんだけれども <laughs> えすいません何の話してんだっけあそうそうだから立憲は維新をライバル視するのであればですよスーパー維新のバナナが腐ってるだとかね安く売ってそうで実はカルピスがめっちゃ高いとかそういった批判ばかり しているんじゃなくて 立憲マーケットにはもっと美味しい弁当があります。もっと品質の良い豆腐がありますとか。まあそういう風にやらないと、SDGs ドッグだとか LGBT バーガーだけ勧められてもですね、それは月一で結構ですっていう、まあそんな話なんですよ。<laughs> あれすいません。最後まで自分でちょっと何言ってっかわかんないっていう感じなんですけれども。はい、一応まとめとしてはですね、ナな音を放置すると、立憲ヒトラトという言葉が一人歩きしてエグいパワーアドになるかもなので、なる早でカンナオトは処分した方がいいですよという老婆心のお話でした。 さて今日も話が長くなりましたのでこれくらいにして最後はほっこりなぞかけて締めたいと思います辻元清美が選挙で勝つとかけまして笹やんからアドバイスとっておきますその心は至難の技 <laughs> え、そういえば昨日は沖縄で選挙があって自民推薦の2名が勝ったということねどうも左方面に厳しい風が吹いているようでありますけれどもねようやく沖縄の方々もですね現実路線になってきたかとなかなか面白い展開ではありますけれども本日も面白かったらためになったという方はです、ね、チャンネル登録、いいねボタンの方よろしくお願いいたします。ありがとうございました笹谷でしたたで